宇治山田郵便局、これ郵便局すごいよね。うわ、宇治山田っていうのは、伊勢市にあったのね。伊勢市山田、あ、そんな確かある、あの伊勢神宮とか山田駅とか行ったな、ね、天保城。おお、あ、ここから手紙出せるんだ。へえ、郵便ポストの見学場行ってみよう。へえ、新都と呼ばれた町、そ、あの、そうだ、伊勢山田って、そう、伊勢神宮があるところ、ね、ああ、ねえ、こうね、ほらすごい昔だわ、昔、ああ、わあ、家具、これ昭和だったらこれだったな、今はスクーターになっちゃう、ああ、ゲートル巻いてるよ、昔だ、昔だね、すごい、ああ、わ、このダイハツ、ダイハツ、子供頃この街中走ってて風が強いと横転してたな、うん、うん、ねえ、すごい、うん、あ、これ一段あるかい、見学順路、何これ、なんか控え室でなんか真ん中に穴が開いて、タバコでも吸ったかな、ねえ、はい、あ、こそ外歩けて、あ、また一回出てこうやって入るんだ、局舎建築展示、うん、ああ、見て、あの天井、バスからちょっと見えたんだけどね、歩いてると見えないや、ああ、こんな風にしてね修理するんだね、これは手間かかってるわ、作るより手間かかるよ。はい、もうやめよう、飛ばそう。次行こう。次行くぞ。はい。だから全部見てたらね、体力も持たないし、時間も足らない。ね。では、あ、なんとあの鉄のパイプみたいなのは、今で言う NS 過ぎてみたいな感じ。水道管、こっちは鉄道、鉄道の、これは整備工場ね、新橋にあった、ね、新橋っていうとあのね、機関車が止めたあの橋も確かね、札幌かなんかで有名だったね、ガイドツアーがあるね、いや、いいわ、ガイドはいらね、新橋工場のね、あ、これはすごいよ、これなんか作ったね、これはね、建築というかこの機械の展示だね、なんだろうこれ、モーターとかね、何これ、発電機だそうです、すごい、活版印刷、すごいね、出るなって、いや、もう出よう、次行こう、ただこの、この工場見て、これあれ、重要文化財なのかな、これは京都市場巡査派出場とか、ね、交番があった、あ、行ってみよう、よいしょ、で、そこになんか駅があるね、